皆さん、はじめまして。私、セントラルガス宇部工場管理部管理課、重永と申します。本日は、セントラルガス宇部工場における障害者雇用についてお話をさせていただきます。よろしくお願いします。それでは、お話を始めさせていただきます。まずは、会社の簡単な説明からさせていただきます。会社の設立は1936年で、今年で86周年を数える歴史ある会社です。従業員は単体で1600人、グループ全体で約6000人の規模となっております。事業内容としては、ガラスと化学の2つの軸で展開しています。続きまして、当社の事業所の所在について、東京の本社をはじめ、国内で3カ所の研究所、4カ所の生産拠点を有しています。その他、全国に多数の営業拠点を構えています。海外にも拠点を構え、化学とガラス、それぞれの製品を世界中のお客様に提供しております。当社は社名からガラスを作っている会社であるとお分かりいただけたと思いますが、実は化学部門の売上もかなりの割合を占めています。また、セントラルガラスはもともと宇部ソーダ工業という会社で、ソーダ灰という化学品の製造から事業をスタートしており、証券区分上でも化学メーカーとして取り扱われています。ガラスと化学の2つの事業があることをぜひご認識いただければと思っています。それではまずガラス事業について説明します。ガラス事業を細分化するとこちらの4つになります。当社のガラス製品は皆様の身の回りの至るところに存在しています。建築用ガラスはビルや住宅の窓ガラス、あとは皆様のご自宅にある鏡もガラスです。また、近年、省エネ需要の高まりに応えた製品として、ローイー複層ガラスというものがあります。自動車ガラスは、皆様ご存知のように、フロントガラス、サイドガラス、リアガラスに分類されます。また、自動車ガラスは、どこの企業が作ったか分かるように、すべてガラスに製造した企業のマークを打刻しています。例えば、フロントガラスであれば、車内から見て、左下に当社のマークが打刻してあります。お時間があるときチェックしてみてください。電子材料用ガラスは、パソコンの画面、スマートフォンの画面と液晶を保護するために使用されています。当社では 0.2 ミリほどの薄さのガラスを生産しています。ちなみに建築用ガラスは4ミリから25ミリ、自動車ガラス用は3ミリから5ミリといったガラスが主流になっています。情報電子産業用ガラスがいかに薄いガラスかお分かりいただけたかと思います。これらの製品を展開するガラス事業は、国内板ガラスシェアにおいて第3位の位置にあり、世界では第6位の位置にいます。
続いて化成品事業について見ていただきます。身近に感じられるガラス事業に比べて日常生活であまり馴染みがない製品が多いかと思います。しかし実は多様な場面で我々の生活を支えているものばかりです。化成品事業を細分化すると5つに分けることができます。化成品事業では半導体分野、環境エネルギー分野、医薬品分野、化学品分野、最後に宇部工場科学研究所を紹介します。宇部工場は宇部港の東側に位置し、主にファインケミカル製造群を製造しています。また研究商品開発を担当する科学研究所も工場敷地内に設置されています。宇部工場は宇部臨海工業地帯の一角に位置し、4つの公共機関の岸壁と2つの専用岸壁を持ち、海上交通の便に恵まれ、原料の輸入、各種製品の出荷に極めて便利な立地条件を備えています。創業時からの生産品であるソーダバイをはじめとし、塩を原料とするソーダ工業製品は様々な産業の基礎材料として幅広く使用されました。現在の宇部工場では主製品と各種二次製品の工場群が有機的に連携を保って配置されています。これが宇部工場の主な製造製品です。続いて宇部工場の組織を紹介します。8つの部、8つの課で構成されています。半分より下のピンク部門が実際に製品を製造する製造部門、半分より上が間接部門となっています。工場敷地内に研究部門である科学研究所も配置されており、研究と製造が一体となり、事業をより良い製品を製造しています。それでは障害者雇用の実際についてお話を始めます。続いて障害者の雇用経緯について説明します。宇部工場の障害者雇用はもともと社員だけで賄われていました。しかし社員のみの雇用では法定雇用率が下回る見込みになってしまったことで、本社より人員確保の要請が来たことにより、ハローワークからの障害者雇用を開始しました。実際見てみますと、平成17年から雇用を始め、毎年採用を継続しています。次に雇い入れ時の状況について説明します。当時宇部工場には確固たる雇用体制や組織がありませんでした。その結果、配属部署に
障害者の業務、労務管理を依存する状態になっていました。障害者の労務管理に不慣れな部署では、障害者社員とのコミュニケーション不足、メンタル面、高齢化による体力面での相談と、さまざまな安定就労の面で問題が発生してきました。退職する障害者社員も出てきたことで、法定雇用率が低下する懸念が出てきました。そこで雇用継続定着化を図るため、管理課が窓口となり、試行錯誤しながら改善を始めました。障害者社員の方の話を聞く中で、配属先の違う障害者社員から同じような心配、悩みの相談がありました。そのことから、障害者社員を一つの部署に集約し、触れ合う場を設け、心配、悩みを分かち合い、話し合うことで解決できるのではないかという結論に達し、2012年に管理部に集約化を実施しました。管理部署の集約化として、これまで配属部署の依頼した人員を一元管理するため、総務課、倉庫に集約し、各種業務を行う中で、倉庫から間接的に人員を派遣する体制を作りました。実際に総務課、管理業務や保安業務にあたる4名、ウベデリバリーの製品シート拭き業務であたる3名、ウベ商事、工場内清掃作業にあたる3名、計10名を総務課倉庫として集約しました。集約化により、今までは倉庫グループとして扱っていた人員を人事課グループのアンダーとして管理する体制を取りました。そして、現在12名が生活指導員の資格を取得しています。生活指導員とは、障害者が労務条件、人間関係とさまざまな相談を受けたり、指導することが職務とされており、障害者5名以上雇用する事業所には、障害者職業生活相談員の資格所有者が1名以上必要であると法律で定められています。働く人の条件、働く意欲、気持ちと心構えがあること、会社へ価値、個人の得意なことを提供できること、ソーシャルスキルが身につき自然にできること、例えば挨拶、健康管理、身だしなみ等、社会生活のルール、マナーが守れること、報告、連絡、相談ができること、働く人に必要なこと、自分の症状を理解し、不調を周りに相談できること、生活リズムが整っていること、遅刻、早退等の社会のルールが理解できること、
働き続けたいという気持ちがあること。アドバイス、言われたことを受け入れる気持ちがあること。職場に定着していくための努力ができること。嘘は言わないこと。会社に必要なこと。診断名だけで判断しないこと。気軽に相談できる職場の雰囲気や環境を作ること。顔の表情や体調の変化を気にかけること。自信を持ってもらうために仕事を覚えられるようにサポートすること。会社と支援機関との情報交換をしっかりと行うこと。産業医との定期的な面談実施。希望があれば保健師などとカウンセリングができます。家庭との連携。安定して出勤できるように家庭でのサポートをお願いしています。働く目的。あなたは何を目的に働きますか？働くための目標、目的を持たせる。目標、目的は何でも構いません。例えば、ゲーム機を購入したい。両親へプレゼントしたい。貯金がしたい。おいしいものをたくさん食べたい、など。得意なことは何ですか？自信を持ってできることを見つけよう、見つけてあげよう。例えば、バスの時間を覚えるのが得意で、数字に強いです。力仕事なら任せてください。根性だけなら誰にも負けません。細かいことをすることが得意です。パソコンが使えます、などです。会社に上手に働き、仲間と付き合うには、わからないことがあれば、遠慮なく援助者へ聞くこと。体の健康に気を配ること。自分に与えられた仕事は責任を持って行うこと。他の人の気持ちになり文句を言わないこと。文句を言いたいときは言いたい本人ではなく援助者へ話してください。やはり返事、挨拶をしっかり行い、コミュニケーションを取ること。作業者の個性等を見て作業場所を配置しています。その前に、当社の障害者について簡単にお話しします。当社雇用している障害者は、知的障害者、精神障害者、肢体障害者、視覚障害者の方でチームを作成しています。本人の希望を個人面談で確認しています。作業者同士の相性や性格を配慮して配置しています。実際に作業を行っていただき、どこの部署が適しているか確認しています。誰もが作業手順を見て分かるようにした。どこの場所でもできるようになりました。作業状況をお話しします。
現在の作業状況。工場内トイレ清掃、倉庫掃除、パレット上掛けシート洗浄、除草作業です。他の作業もありますが、この4つがメインの作業になります。トイレ清掃は工場内の42箇所の場所にトイレがあり、2日間のローテーションで掃除をしています。雨の日はカッパ、冬は防寒着を着用し、体調管理もしっかり行いながら42箇所のトイレを自転車で移動しています。トイレ清掃はチェックシートを活用しながら隅々まで清掃しています。これがトイレのチェックシートになります。作業が終われば印を書き、他の障害者の応援者が来た時にどこが終わっているか分かるようにしています。説明の苦手な障害者の方にはとても有効です。掃除の質でチェックをしていません。作業が終わっているかどうかのチェックです。作業者の清掃スキルが上がれば掃除の質でのチェックも考えていますが、今はまだ行っていません。次に、倉庫掃除は各課により依頼を受けて実施を行っています。現在は有機ファイン課からの依頼により週2回無機ファイン課からの依頼により週2回掃除を実施しています。有機ファインの依頼の倉庫では、掃除機の掃除、スイーパーの掃除、無機ファインからの依頼による掃除箇所は、ほうきを使用して掃除をしています。シートパレット洗浄作業についてはこちらです。この製品の下に引いてあるのがシートパレットです。使用されたシートパレットは洗浄機にかけられ、その後手作業にて水を拭き取り再度使用します。改善前の作業場所がこの写真です。この作業場が改善後にはこのようになり、さまざまな工夫を取り入れました。例えばこの机は車椅子の人でも作業ができるように、足の高さが調整できるようになっています。シート置き場についても、洗浄前のシート洗浄のシートを分けておくことで、誰もが見やすいようになっています。
上書きシート洗浄作業についてはこちらです。この製品の上にかけてあるのが上書きシートです。使用された上書きシートは手作業にて雑巾で汚れを拭き取り再度使用しています。除草作業は依頼によりプラント周辺の清掃を実施しています。草刈り機で刈るだけではすぐ生えてしまうのですべて手作業で根から取り除くようにしています。作業手順、安全作業援助者が各一冊携帯し、作業者が混乱した場合に見ていただいています。作業者が休憩する場所にも一冊同じ作業手順を置いて、いつでも誰でも見れるようにしています。昔の作業手順です。文字ばかりで何が書いてあるか障害者の方には理解しにくい作業手順になっていました。新しい作業手順がこちらです。写真を取り入れることにより誰もが分かるように作りました。清掃のやり方、危険のポイント、さまざま記載をしています。また、写真で見てわかるようになっています。文章を読まなくても写真を見て作業ができるようにしています。この写真は清掃の道具を写した写真です。以前はチームで一つ作っていましたが、忘れ物等が頻繁することにより各一人に同じものを配布することにより個人で全て管理していただく方法を取りました。この方法をすることで忘れ物が減りました。写真入りの作業手順を作ることによって、このように雑巾を絞ることができなかった障害者の方に対しても絵を見てこういう感じで絞ったら絞りやすいっていうことがよく分かっていただけました。作業の切り出し方、教え方についてお話しします。健常者、社員でなくてもできる作業。この部分だけを手伝いしてくれるとできる作業。はじめは障害者の方がこんなことできるわけないと言われましたが、できるのです。現在、感謝の言葉が来ています。教え方ですが、当社では担当が一回作業を行ってみて、作業手順を作成した後に、障害者の方へ教えています。口頭の説明だけでは受け入れが難しいが、写真がついていることで、覚えるのも早く感じられます。
で、次に大切なこととして、外部支援団体との関係づくりです。支援センターを通して、障害者雇用を支える地域のネットワークに近づくことで、障害者生活相談員および就労支援体制を構築することができました。障害者指導で行き詰まってしまった場合は、山口県で障害者雇用をしている企業、これから雇用を始める企業が集まり、本音で話し合う会を開催されている唯一の特例子会社、リベルタス興産の指導者へ相談して解決策を見出したりしています。大変助かっています。また、山口障害者職業センターのジョブコーチの方へ、作業方法なども相談を行っています。最後になりますが、だらだらと言ってしまいましたが、求める人材は企業で違います。雇用するときには、各支援機関、ハローワークなどに相談しています。障害者の方を雇用するにあたり、一緒に働く担当者の教育の場を設けて、接し方、声かけのやり方等を勉強していただいています。仕事面では会社が指導を行いますが、生活面では関与がしにくいことから、支援団体へ生活指導をお願いしています。支援団体などと協力し合い、就労をしたい方の思いを形にしてあげることを共に考えていきましょう。ご清聴ありがとうございました。皆様、聞きにくい点が多々あったと思いますが、少しでも皆様の障害者雇用の参考になればと思っています。本日はありがとうございました。